怪物業を終え、は、イギリスブリストルのアイコニックが制作した野生生物を取り上げたドキュメンタリー番組、釣り番組である。ディスカバリーチャンネルの動物専門チャンネルであるアニマルプラネットにて、2009年4月5日から2017年5月28日にかけて全球シーズンが放送された。生物学者であり釣り人でもあるジェレミー・ウェイドが、 最も恐ろしい淡水魚を探して世界中を旅し目撃者や実際にそれらのモンスターによって襲われた被害者などの話を元に怪物魚を釣り上げるのが目的である。釣った個体は最後には必ず野生に戻している。これらの珍しい生物というものは得てして人間にとって危険であると誤解されやすくしばしば駆除や虐殺の対象となる。 生物学者でもある彼の目的は、これらの珍しい生物を絶滅から救うために、その生物が本当に人間に対して有害であるかどうか、真実の生態を人々がきちんと理解できるようにすることである。怪物業を終え、は、生物学者、冒険家、釣り人であるジェレミー・ウェイドが番組ホストとなり、世界各地の川や湖を探検し、 地元の民間伝承や恐ろしい怪物伝説の背後に潜む生き物の謎に迫る。当番組はイギリスの ITV で初放送され、アニマルプラネットの歴史の中で最も注目され、最も成功した番組の一つとなった。アメリカで放送されたディスカバリーチャンネルの番組の中でも最も視聴された番組の一つである。番組の性質上、 実際に人間に危害を加える生物もいるため、それらの生物を扱う会では、刺激の強い映像が含まれます。ご了承の上ご視聴くださいという注意が冒頭で、挿入される。番組はサスペンス調になっており、冒頭に水辺で人間が襲われたり、死体が発見されたり、行方不明事件などが起き、その原因を被害者や目撃者、 研究者などから聞き込みを行い証言を得ることで、徐々に謎を解いていく。犯人に目星をつけ、釣り上げることで事件の真相を解き明かす。釣った怪物魚の生態などを解説した後は、最後に必ずリリースする。これは、実際に人間を襲った犯人が怪物魚だったとしても、それは人間が魚の生育に入ってしまったのが原因だからである。 ジェレミー曰く多くの場合では、地元の人間が襲われるのではなく、観光客などの人が何の予備知識も情報もなく、そのようなところに侵入したことが原因です。魚の生息域に無断で踏み込んでいってしまった人間にも、責任の一端があるというニュアンスを伝えるために、魚をリリースするシーンを毎回入れている。また、そのような怪物魚たちは、 その地域の生態系の頂点であることが多く、個体数の少ない希少種であることや、あるいはピラミッドの頂点がいなくなることで、生態系のバランスも崩れてしまうことも考えられる。生態系を守るためには、怪物魚を川に戻すことは必要不可欠だ、とジェレミーは語っている。最初のシーズンでは、ピラニア、アリゲーターガー、オウメジロザメなどを取り上げた。それらはすべて、 人間にとって危険な生き物と認識はされているが、その生態を詳しく理解できている人は少ない。この番組では、その怪物と呼ばれる生き物たちの捕食習慣、行動、保全状況についても説明した。特定のエピソードは、ホストの舞台裏の解説を示すキャプション付きで、怪物業を終え、アンフックットとして再放送され、 アニマルプラネットとディスカバリーチャンネルの両方で見ることもできる。釣り好きだったジェレミーだが20代前半の頃にイギリスという小さな国での釣りに飽きてしまう。ある時読んだ雑誌にインドの魚について書かれた記事があり、思い切ってインドへ向かう。異なる環境に置かれたことで充実感や自信を身につける。イギリスに戻り、その体験を雑誌に寄稿したところ、 署名記事に選ばれたことで、もしかしたら、これが自分の職業になる可能性もあるかもという手応えを感じる。その後、何冊か本を出版しつつ、全世界を旅するうちに、地元の人間たちの間で噂される怪物たちに興味を持ち始め、2005年頃にリバーモンスターズの構想が出来上がる。イギリスの様々なテレビ番組制作会社に、その企画を売り込む中で、 話に乗ってくれたのが、アイコニックという会社だった。2009年に、単発の1年番組ということで放送を開始したが、反響が良かったため、続編が制作されることが決定した。日本でも2012年10月3日放送の、松子有吉の怒り浸透で当番組が、取り上げられた。だが、本人によると、番組4年目のシーズン4の時点ですでに取り上げる。 題材が少なくなってきたことから、もうそろそろ限界ではないかと感じ始めていたが、人気もあったことから、さらに5年ほど番組は続いた。だが、2017年にシーズン9に突入し、これでもう本当に限界となり、番組は終了することになった。怪物業を終え、は終了したが、2019年8月より、アニマルプラネットで新番組、 ダークウォーターズの放送を開始した。これは前作が淡水魚というくくりであるのに対し、こちらはもっと幅広く水辺に住む怪物や人魚といったものにまで対象を広げている。また、殺人魚などホラー要素やサスペンス色の強かった前作に比べ面白そうだな、楽しそうだなと感じる題材を探求していくという。 ジェレミー・ウェイド全6回全7回全7回全7回全6回全6回全5回全6回全7回全2回シーズン1怪物業を終えの第1回放送は130万人の視聴者を集めアニマルプラネットの歴史の中で最も視聴された初回放送の記録となったまた6年以上にわたってプライムタイムで定期的にテレビ放映された 第2話のエピソードでは、総視聴者が186万人となり、第1回に比べ39%の増加となった。これらの数値は、アニマルプラネットのゴールデンタイム番組の歴史において、最高の記録となった。最初のシーズンは、すべてのエピソードの平均視聴者が100万世帯を超えた。最終話は147万世帯であった。シーズン2、シーズン2のプレミアエピソードは、 合計170万人の視聴者を獲得し、当番組にとって最高のシーズンになった。番組でこれまで訪れた国は、カナダ、ドイツ、スペイン、イタリア、スコットランド、アイスランド、ノルウェー、アルゼンチン、オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア、インド、日本、ロシア、スリナム、ブラジル、ガイアナ、メキシコ、ペルー、エチオピア、ウガンダ、 南アフリカ、コンゴ共和国、モンゴルであり、アメリカ国内だけでもアラスカ州、フロリダ州、ミズーリ州、オクラホマ州、テキサス州、オレンゴン州、ワシントン州及び、バーモント州にも及ぶ。カンディルやオウメジロザメ、アカエイなどの会。ありがとうございます。